今ですねステープルセンターというところにいます。ここはですねロサンゼルスレイカーズのホームグラウンドですね。で私ですね本日はですねアニメエキスポに行こうと思っておりました。私ですねその他にもですねあの海外の動画を作っております。アメリカのですねハンバーガー屋さん巡りとかですね、まあ、大学の生活とか、作っておりますのでよかったら見てください。ゲーム実況もしておりますのでよかったら見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。でおそらくこれですね入場するためのですね列なんだろうなって思うんですよね。じゃあちょっと行ってみましょうか先頭まで。今ですねこのアニメエキスポってですね日本でいうコミケみたいな感じですごい人気があってもう一大イベントになってるんですね。アニメエキスポの看板が見えてきました。これはあの西口ですね。であっちがあの一番大きいところですね。年々ですね訪問人数もですねアニメエキスポですね増えてるんですね。で全米からですねあのかなりの人が今来てるイベントになります。でホテルもですね日本のホテルと違ってですねどういう高級ホテルでもですね人数日本みたいに人数ではなくてですねあの部屋で借りられるので大人数でですね部屋を借りて何人もですね泊まるっていうことがアメリカではできるので結構ですね全米から来てもですね安くホテル泊まれるんですね。人数多いとそんな感じですね。この列は一体いつになったら入れるのかな。だってここでさらに一周ぐるっと回ってるのかな。そうだよね回ってるよね。なんかディズニーランドみたいな状態ですよねあの列の並び方が。わかったこれが西口だ。西口の入り口これで、あっちの列が今度は別のメインの入り口の列だ。去年ですねこんな感じじゃなかったような気がするんですよね。もうどんどん増えてますよね。数年前まで5万人だったのが去年で10万人超えたのかな。もう倍々で増えてるイベントですこのアニメエキスポで。今こんな感じになってますね。フェイトがありますね。あとブリーチありますね。アニメエキスポなんですけどもかなりの人ですよね。角川さんがあってビズメディアがあってどの場所もですね人でいっぱいですね。ここは T シャツ売ってますね。アニメエキスポの内部ではですね今こうやって列作っておりますけどもジオラマがあるんですね。そこで皆さんコスプレしながら、あんな感じで記念写真を撮ったりしております。ほとんどですねやっぱり日本食がやはり強いですよね。もうあれなんか障子ですからね。障子ですよね。でちゃぶ台があってちょっと見てみましょうか。ちゃぶ台があって皆さんこんな感じで記念撮影をしてるんですね。これは盆栽みたいな感じですね。なんか撮ってますね。ジオラマでですね結構人気があるのがですねこのバスケのやつようですかね。部活のジオラマとあとこの学校のですねジオラマ結構人気あるんですね。ものすごく列作ってるんですね。去年の私の動画でもありましたかね。イタシャですね。でこちらもイタシャですよね。18号イタシャですね。バンダイのイタシャですね。これって180かな。アメリカだと180じゃないんですよね名前が。ペルソナのイタシャですね。これはミクのイタシャですね。うわなんかすごい肉だらけ。全部肉入ってますね。逮捕しちゃうぞ。西口のですねエスカレーターがあるとですねフェイトのグランドオーダーありますね。それではですね本日の動画はこれで終わりにします。私ですねその他にもゲーム実況動画作っておりますし海外の動画も作っておりますのでよかったら見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではおやすみなさい。